のに肩取りなんですよ。ね、大きいのに肩取り、はい、甘えで肩取りですね。これでもズリズリが激しすぎてねえ、ピナン体重何キロありますか？7キロちょっとありますね。ちょっとこれ重たくないですか？重いです、重いんですよ。しかもデブじゃないんですよそうなんですよ、がっしりタイプ、はい、あのダイナマイトボディ、抱きたいですねそうなんです、抱きたいっていうか重量感があるから、うん、抱き心地が良さそうですねえ、しかも甘えるな、甘えなんですよこれが。誰にでも甘えますか？新しい飼い主さんと思います。一番はやっぱりね、はいはい、あの長いことお世話してるんで、自分かとは思うんですけど多分あの里親さんとこにつながれば、はい、もう里親さんが味わえるこの甘えんぼ感ですね。このでっかい子に甘えられる喜びってねそうなんですよ。うわ、で多分今日譲渡会に出られてるチワワちゃんとか、はい、あの小型犬がいるじゃないですか、はい、ああいうことも多分引けを取らないので、引けを取らない、はい、犬が飼いたいけど猫も好きっていう方には両方楽しめる、ね、そうですね、猫でこの重量感は割と皆さんびっくりされるんですごい大きいって、大きい猫の性格なんで、はい、やっぱりね皆さんすごく大事にしてくださるんですよ。このギャップたまりませんね、うん、はい、逆にあの里親さんとかに行ってしまったら、うん、寂しいって言われる方がじゃあもらわれない方がいいですね。いや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 、やっぱりね、きなこちゃんはどんな人にもらわれたら幸せですかね？あの多分ねガチャガチャするようなちょっと、まあ、ちっちゃいお子さんがおられるとこよりかは、はい、割とあの50代から60代ぐらいの、はい、ちょっとあのゆっくり、もしそうですね、のんびりこうあのガチャガチャ遊ぶわけでもなく、ゆっくり甘えさせてくれる方の方が、うん、合ってるような気しますね。あのずっと元気でやってくれてるんで、はい、健康は健康ですね。健康有用児ですね、ほんと、ね、おしゃべりでね、おしゃべりですね、うん、名前呼ぶと大概あの返事してくれますし、ちょっとやってくださいよ、キニャン早い、キニャン返事即答ですね、キニャンキニャンって呼んでるんですか？キニャンキニャンコ、ね、会話してますよねまだまだ乗ってはい、こんな感じですね、大概いつもたまらん、はい、欲しい、こんな感じでもう頬ずりが激しいのではい、お口も臭くないですよね。そうなんですよね、本当に健康、うん、割とね4歳前後になってくるとね、匂ったりしますね、匂ってくる子がいるんですけど、この子大丈夫ですね、全然大丈夫、わ、スリスリしてくれました、ね、じゃ触ってもいいですか？あ、全然大丈夫です。嬉しい、うん、嬉しい、ね、あ、ごめん、ね、触っていい？ねえ、キニャよしよし好きなんね、キニャン、あれ私には答えない、キニャン違うこの子はまだ若そうですね。この子もう7ヶ月ですかね。あ、そうですか。7ヶ月8ヶ月来ましたかね。はい、ボンネットベビーです。どういうことですか？ボンネットの中で、はい、あの子猫が泣いてるのを保護してもらって 66g で保護されたんですよ。え、もうゆで卵ちょいぐらいですか？こんな感じですね、はい、はい、ボンネットの中でミーミー泣いてたんですか？らしいです。あの発見されたっていうのでご連絡いただいて、まだ全然で、その子を引き取って育てた子がこの子なので元気そう。哺乳瓶もまだ吸い付けなかったんで、はい、シリンジで育てた子なんですけど、やっぱり2ヶ月間は仕事で車の助手席に積んで、助手席ベビーで、赤ちゃんのミルクセットを一緒に持って、離乳食セットも次持って、2ヶ月間びっちり一緒にいた状態で育てましたね。密着して育てた。密着しました。可愛さひとしおでした。可愛さひとしおで、もうなんか譲渡しなくていいんじゃないみたいな話もいっぱいあるんですけど、やっぱりね
あの次の子がまたこれから春先に血のみ子が出てきますんで、うん、そのためにはそうですね。性格はどうですか？性格はもうめちゃくちゃ甘いですね。むちゃくちゃ甘い、はい、抱っこが好きで、はい、で抱っこして頬ずりが好き。抱っこして頬ずり、はい、できます。ほっぺチューが好きですね、この子。見てみたい。はい、で、あの特に病気とかはないんですけど、はい、やっぱりあの脱走防止と、はい、あのゆっくりこう甘えさせてあげれる方、うん、お時間ある方、うん、留守番よりはそうですね、はい、甘えん坊ですからね。そうですね。で多少あの小学生ぐらいの子であれば、うん、全然大丈夫かと思いますんで、まだ遊びたい盛りなんで、はいはい、うん、猫じゃらしとか振ってもらって、はい、遊んでもらえるようなら、うん、猫同士で結構相性が良ければよく遊ぶんで、はい、あのちっちゃい時から多頭の中で育てるんで、なるほど、あのまあもしかしたら年が近い子がいてくれた方が遊び相手でいいかもしれないですね。へえ、はい、ここでイベントのお知らせ。愛媛県の保護団体10団体参加して、あと、まあ、ハンドメイド作家さんだったりとかキッチンカーさんが、たくさんにぎやかにイベントをしていただくのと、静岡から、テレビによく出ているワンワン大サーカスというワンちゃんのサーカス団がいるんですけれども、ここのサーカス団が今日参加している、その所属しているワンちゃんの3分の1が保護の犬ちゃんなんですね。そういった経緯もあって、そちらのサーカス団をお呼びしてます。はい、去年も行われたんですね。あ、そうです。かなりの頭数、30頭近くトライアルが決まって、保護団体によっては連れてきた子全頭決まった方もいらっしゃいます。今年の PR は日時とか場所とか。あ、はい、4月の14日の日曜日に、堀の内公園のふれあい広場にて、10時から一応3時までの予定で開催する予定になっております。雨天時は5月の12日に変更となります。愛媛県はまだまだ、保護犬保護猫だったりとかそういうところの意識が少し弱かったりするので、まあ、あの保護団体さんがどういった活動をしているのか、どれほどお家を探している子が多いのかっていうのをまず知ってもらえるきっかけになれればと思いますので、皆さんぜひお越しください。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスターなど、心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても、息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。